Kiriya to Tsurugi Yashiro no gohodou live da yo. Atarimae da yo. Kiriya-san mo itte ta kedo, sonna ni sugoi no ka? Sono Tsurugi ni. Konna live, Hatanaka Yatsufusa janakya utenakatta daro na. Hatanaka Yatsufusa.翼が進めてた理由は、ひょ。でしょ?キリアさんを歌うだけで、ステージに立つだけで、たくさんの人にパワーを。翼?翼?私も、聴いている人を元気にキリアさん見たいに輝きたい。ステージの上で。翼? 決めた。私決めたよ、いつき君。だからこの前に言ったことは忘れて。この前?お姉ちゃんと違って私はアイドルに向いてないって言ったこと見ててね。私絶対にアイドルになるから。キリアさんみたいにできるかわからないけど、ファンの一人一人に喜んでもらえる、元気をあげられる歌を 歌えるようになるから。なれるさ。応援するよ。今は何をしてやれるかわからないけど。いつき君の応援があれば 100人力だよ。 正解にたどり着いたみたいね、翼ちゃん。舞子さん、キリアがこのライブを通して伝えたかったもの、それはきっと今あなた、そしてそのパフォーマーは翼ちゃんが自分だけの正解を見つけたという証。あなたはたった今新しい才能の扉を開いたのよ。 新しい扉。さあ、このまま次の社くんの。あっ。
な。何あれ。俺たちにしか見えてないのか。あれ、体がダメ。全部めんどくさい。でもなんでこんなにめんどくさいんだろう。何なのあれ、ミラージュの攻撃。でもあんな現象は見たことない。と言っているでしょう。どうしてあなたが。私の邪魔をしないで。その女からは大量のパフォーマーを感じるわ。殺さず生け捕りにするのよ。何をしているの。ここは戦場なのよ。そんな、キリアさんが、キリアさんが。怪我だ。一旦戻って体勢を立て直さねえと。追いなさい。何かが起ころうとしている。今逃げ出したら渋谷が、いえ、この世界がどうなるかわからない。でも私たちだけで、あんなにたくさんの敵、それにお姉ちゃんだって。黙ったれてるんじゃないわよ。5年間ずっと探してたんでしょ。アヤハを救いたくても力がなかった。手がかりすらも。だけど今はそうじゃない。だったらどんな障害があったとしても、あなたは追わなくちゃいけない。今のあなたたちはミラージュマスターよ。望もうが望むまいが、もう当事者なのよ。だったらその運命を呪うのではなく、運命を超えなさい。キリアさん、アヤハをよろしく。早く帰ってこいって伝え。キリアさん。キリアのことは任せて。みんな、あとは頼んだわよ。気をつけてね。任せてください、マイコさん。ヒーロー的にはこっから逆転タイムなんで。
俺たちがやるしかないんだ。大丈夫だ翼、俺たちがついてる。行こう。ここが…お姉ちゃん、どこにいるの？いつき、翼から目を離さないで。わかった。クロム、力を貸してほしい。ああ、任せる。よっしゃ！俺たちも気合い入れてこうぜ、カイン！おお、誰よりも早く戦場を駆け抜けるぞ。敵が現れたぞ。てら！初めて見るやつだ。慎重に行こう。
チかバチかで。こいつ初めて見るぜ。よし、やってみねえと分からん。いつでもいいぞ。食らえ。じゃあまずは俺がよろしく。それいいわ。うわ、なんか初めて見るのがいるよ。やった、これならいいね。敵の動きをよく見るんだ。分かった、一か八かで。きっちり合わせるからね。足内向、この日を逃すな。セッション行きます。いいわね。ラスイッチ、やってみねえとわからねえ。翼、落ち着いて。落ち着いてって言われても。ぜい。セッション行けるぜ。グラブ解き放つ。衝撃一発。この調子で行こう。俺の技、今の五木なら使いこなせる。やったな。あのさ、はい、っ敵が現れたぞ。
今のうちだ。こいつ初めて見るぞ。やってみねえとわからねえな。やってみねえとわからねえな。やってみねえとわからねえな。はあ。初めて見るやつだ。慎重に行こう。よし。それよ。グラブ。解き放つ。おお。私から行くね。いいわね。まだいけるか、カイ。任せろ。どうや、俺の槍は。槍。なんか初めて見るのがいるよ。だ、大成功。みんなで掴んだ勝利だね。敵だ。不意打ちに気をつけろ。まずい。初めて見るやつだ。慎重に行こう。撤退しよう。勝てる。やった。まだ倒れないのか。これで決まった。やるじゃん。ほら振り付ける。次はどうしようかな。手加減ないいわね。5000円ありがとうございます。Thank you.
俺が力になる。行くぞ。はっ。ひとまずは安全か。やっ。いきなりか。引き締めていこう。ここは話し合いでダメ。行かせ。大丈夫、翼ならやれるわ。回転加減なし。やった倒せた。次はよし、正義は勝つ。くらえ。あと一体。助かった。せい、やった倒せた。頑張った成果が出ると嬉しいよね。の気配。ひとまずは安全か。敵だ。一気に戦いは回避できたか。いきなりか。敵の気配は消えたようだ。助けてくれ。なんだこの声。あ、あそこ見て。誰でもいいからその化け物をどうにかしてくれ。助けよう。すごい威圧感だ。だけど、バッチリ合わせるからね。走れ、雷光。やった。決まった。勝って帰ろうぜ。その技で行きましょう。もらった。弱点発見。大成功。うわ。かい、この戦い。絶対負けられないよ。任せて。自信を持て。お前なら勝てる。ああ。バッチリ合わせるからね。とどろけ。これだな。みんなついてきて。決まった。次はどうすんだっけ。それよ。聞いたぜ。始めよう。頼んだ。絶対決めるね。これで。翼、落ち着いて。落ち着いてって言われても。いけるいける。助かった。任せて。助かった。その調子だ、いつき。うん、ありがとう。いかずちよ。やった。私から行くね。決まった。入れろ、俺。その技で行きましょう。くらえ。弱点発見。まずは俺。この日を逃すな。私だって。やった、私たちの勝ちだね。親玉打ち取ったり。
俺の技、今の樹なら使いこなせる。うん、俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。いいか。なんとか倒せた。ありがとう、君たち。あれ、よく見るとあなたはもしかしてトーマの知り合い？畑中八つ房さん。この業界じゃ知らない人はいない超敏腕プロデューサーだよ。今回のライブの仕掛け人でもあるんだぜ。お会いできて光栄です、畑中さん。名前だけ一人歩きしてる感じだな。まあそんな大した人間じゃないよ。と、それより一体何が起こってるんだ。106で騒ぎが起こって逃げ回ってたら。なんて説明したらいいのか。この場所から出られますから。あ、おう、わかった。敵だ、不意打ちに気をつけろ。おい、見ろ、あそこ。お姉ちゃん。待て、翼、一人じゃ危険だ。落ち着くんだ。焦っても綾葉さんは助けられない。ごめん、あんな姿になったお姉ちゃんを見てたらキリアさんのこととかいろんな気持ちがごちゃごちゃになっちゃって、つい。そっか。ねえ樹くん、小学生の頃今と違って私がちょっとだけドジだったの覚えてる？今と違って？うん、それがどうかしたの？ああ、それで続きは？たまに私がドジして落ち込んでるとお姉ちゃんが誘ってくれるの、一緒に歌おうかって。そしたら落ち込んでた気持ちがどっか行っちゃって、お姉ちゃんと一緒に歌いながら笑っちゃう。だからもしミラージュがお姉ちゃんを操ってこんなにひどいことをさせてるなら、
私は絶対に許さない。その様子なら心配いらないな。心配って？もっと落ち込むかと思ったよ。落ち込んでる暇なんてないよ。だって私、キリアさんやマイコさんから託されたんだもん。だから私の手でお姉ちゃんを助けたい。今度は私がお姉ちゃんを笑顔にしてあげたいの。翼ならきっとできる。俺も協力するから。俺たちにはもう一人心強い味方がいるし、きっとうまくいくさ。なあ、トーマ。ああ、もちろんだ。絶対お姉さんを助けようぜ、翼ちゃん。いつきくん、トーマくん、ありがとう。ひとまずは安全か。俺を構えろ、イツキ。はっ、一気に片付けよう。こいつ、初めて見るぞ。やってみねえとわからん。もらった。初めて見るやつだ。慎重に行こう。難しいかも。バッチリ合わせるからね。入れろ。やった。みんなついてきて。決まった。しゃあ、どんどん行くぜ。いいね、やった。セッション、いける。まずは俺。閉じるなよ。そうね、これで。なんか初めて見るのがいるよ。落ち着いて、集中して。いって間一発。早く倒さなきゃ。難しいかも。その技でいきましょう。一か八かで。その技でいきましょう。難しい。雷槌よ。俺は負けん。ライガの動きを思い出せ。やってみねえとわどうよ。俺の槍はどうよ。毒に侵される気分。無理してない。まだまだ大丈夫だよ。了解。私の槍さばき始めよう。この日を逃すな。まだまだ。いいぜいいぜ。いってどうしよう。いけるいける。俺に任せて。最高だ。カインの力を使いこなす。それよ。受かて。聞いたぜ。まずは俺。行ってくれ。任せて。これで。ジェイ、やったね。あいつで最後だ。一か八かで食らえ。ここか。ビビってなんてねえぞ。でや。消費したカロリーで特製。どうしよう。ありがとう。俺に任せて。ありがとう。私まだいけるか。カイン任せろ。うりゃやり。一歩ヒーローに近づけたかな。
パフォーマーが集まるミラクルステージブルーム。聞いてお兄ちゃん、新しいユニティができレディアントユニ。新しいユニティ、忘れずにチェックしてね。新しいカルネージが作れるようになったよ。新しいレディアントスキルが作れ、パフォーマーが揃っていれば。これでいいかな。それじゃあユニティ行くよ。レディアントユニティ。クロム、イツキ、やった。おう、これでいいかな。それじゃあ行くよ。レディアントユニティ。やったね。え、これでいいかな。それじゃあユニティするよ。やったぜ。さすがだ。次はどうし、次は何をするの。このカルネージはもう持ってるよ。まだ見つけてないパフォーマーがあるみたい。このカルネ、これでいいかな。それじゃあユニティするよ。行くよ。カルネージユニティ。私に力を貸して。今作ったカルネージ、ここでも。
次は何をするの？パフォーマーが集まったらまた。俺が力になる。行くぞ。人敵だ。一気に決めろ。少し広いところに出たけど、本当にこっちで合ってるのかな。いや、ビンゴだ。あそこを見ろ。お姉ちゃん。あら、ずいぶんと可愛らしいお客さんたち。取り付いているミラージュのせいかもしれない。あら、
ひどい言い草ね。人のせいにする男って。もう私はアヤハを操ってないわ。だって私たちはパートナーだもの。じゃああれがアヤハさんの本心だって。違うよ、イツキ君。こんなのがお姉ちゃんの本心のわだって私は知ってるよ。お姉ちゃんが毎日夜遅くまでたくさんたくさん。お姉ちゃんはいつだって前向きに頑張ってた。頑張ればうまくいくの？違うでしょ。練習で得られるものは虚飾の安堵、単なる自己満足に過ぎないのよ。そうよね、アイア。夜遅くまで練習したのは、そうしないと不安で眠れなかったから。私より可愛い子が何人も消えていく。私より歌が上手い子が何人も潰れていく。私なんかがアイドルをやろうなんておこがましいってすぐに気づいたわ。それなのにみんなは無責任に期待して重いの。私には背負いきれない。これ以上幻想を押し付けるのはやめて。私に才能なんてなかったのよ。そんなことない。アイドルをしてた時のお姉ちゃんはキラキラ輝いてた。歌ってる姿からこの仕事が好きだっていうお姉ちゃんの気持ちが伝わってきた。何を言おうと無駄よ、アヤハは。そんな軽々しくて無責任なあなたたちにうんざりしてるの。違う、そんなの信じない。私が信じるのは私が見てきたお姉ちゃんの姿だけ。才能なんて関係なく、お姉ちゃんはアイドルだよ。可愛くてかっこよくて大好きだから。今でも私はお姉ちゃんの大ファンだもん。音が聞こえる。これは翼の声。よろしくないわね。聞こえる？聞こえる？どういう意味？邪魔なんてさせないわ。私たちにはやるべきことがあるのよ。どいて！私はお姉ちゃんを連れて帰るんだ。こいつ初めて見るぜ。やってみねえとわからねえな。はあ、聞いたぜ。初めて見るやつだ。慎重に行こう。ありがとう。ありがとう。私やっとお姉ちゃんを見つけたのに邪魔しないで。助かった。これなら。よし。どうすれば。大丈夫だ、俺がついてる。了解。クラブ解き放つ。
衝撃いきなり。燃えろ俺の弱点だ。助かった。任せて。いつき立てるか。まだまだ。いけるいける。これだ。やったね。マジかよ。やってみねえとわからねえな。体がなんか変な感じだよ。失敗しないといいな。私の槍さばき見せてあげる。自信を持て。お前なら勝てる。ああ。よっしゃ。俺に任せて。元気になれたよ。その調子だよ。いけるいける。貫くよ。しまった。よっしゃ。難しいかも。切る。これだな。俺に続け。殲滅完了。俺たちは負けない。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。この力、受け取って、翼。いいかしら。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。いいか。早くお姉ちゃんを追わないと。翼、ちょっと待ってくれ。追うのは賛成だけど、一度落ち着…綾葉さんについて、少し気になったことがあって。気になったこと？翼の声が聞こえていない。聞こえてないっていうより、届いてないって言った方がいいのかもしれないけど、思い出してみてくれ。綾葉さんはあのミラージュには従ってたけど、翼の言葉には答えを返していなかった。言われてみればそうかも。だけどどうしたらお姉ちゃんに声を届けられるの？歌というものがあるわ。シーダ。
翼の姉を思う気持ちと焦り、今も私に伝わってきてる。だからこそその思いを歌に乗せればいいと思うの。思いを歌に乗せる。キリアのライブを見て、歌には言葉に特別な力を与える効果があるように思えた。それは俺たちの持つ戦う力とは全く異なる力だ。キリアさんのライブ、私の歌で今度こそお姉ちゃんを助けるんだ。この光はライブの時に出てきた。イツキ、確かチキのユニティには才能を開花さ、このパフォーマーを使えばもしかしたらミラージュの力を破れる歌を。試してみようよ。やるよ。不意打ちに気をつけろ。やるぞ、イツキ。ああ、
よし、光の刃よ。これだな、一番槍ショー。うわっ、間一髪。この毒、まずいな。貫け。こんな時は。マジかよ。助かった。こいつで救った。今ぼーっとしてなかった？瞑想してただった。うわ、まだ倒れないのか。セッション、いけるぜ。光の刃よ。よし、一番槍ショー。クロム、まだいけるか。無論だ。セッション、いけるぜ。やった、俺に続け。よっしゃ、きっちいな。任せろ。翼の力、見せてあげます。どうする。この日を逃すぞ。俺たちは負けない。この力、受け取って、翼。いいかしら。これは、ミラージュの気配。戦いは回避できたか。敵だ、一気に決めろ。はっ、敵の気配は消えたようだ。気をつけろ。戦いは回避できたか。敵が現れたぞ。やっ、
ひとまずは安全か。パフォーマーが集まるミラクルステージブルームパレ、翼お姉ちゃんのお姉ちゃんを助けるために特別な歌が必要なんだよ。もしかしたらその歌ってレディアントユニティで覚えられるかも。新しいカルネージが作れるようになったよ。新しいレディアントスキルが作れるよ。パフォーマーが揃って
かな。それじゃあユニ行くよ。カルネージユニティ、カルネージフォーム。今作ったカルネージ、次はどうしよっか。これでいいかな。それじゃあユニティス、もっと羽ばたけ。私これでお姉ちゃんに、私自信を持って翼なら。そうだね。これはミラージュの気配。俺を構えろ、イツキ。敵の気配は消えたようだ。敵だ、一気に決めろ。てあっ、せい。やっ、戦いは回避できたか。てあっ、いきなりか。そんなバカな。初めて見るやつだ。一か八かで。一か八かで。クロムみたいに。なんか初めて見るのがいるよ。
敗しないと切り裂いて疾風ついてきて苦手なんだよね。そして最後だ。頑張った成果が出ると嬉しいよね。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。うん、俺が力になる。行くぞ。てあ、戦いは回避できたか。これはミラージュの気配。せい。敵の気配は消えたようだ。いつき、近いぞ。ひとまずは安全か。敵だ。一気に決めろ。てあ、ひとまずは安全か。敵だ。不意打ちに気をつけろ。戦いは回避できたか。敵だ。不意打ちに気をつけろ。いや、ひとまずは安全か。敵が現れたぞ。やっ、初めて見るやつだ。慎重に行こう。一か八かで。この間合いなら。こいつ初めて見るぜ。やってみねえとわからねえ。準備 OK だよ。どうよ、毒に侵される気分。私だってこれで。なんか初めて見るのがいるよ。失敗しないといいな。いける。切り裂いて疾風。いいわね。始めよう。やった。どうしよう。その技でいきましょう。それよ、光の刃よ。この日を逃すな。衝撃一発技じゃ。絶対決めるね。いいわね。間一発、間一発。消費したカロリーです。特大パン。失敗しないといい、ね、飛んでっちゃえ。いいわね。ついてきて。よし、やるじゃん。やってみねえとは。みんなついてきて。この隙に繋ぐ。よし、うん、おまだまだ。切る。結構手強いかも。貫くよ。まだいけるか。カイン任せろ。それよ、燃えろ。俺のセッション行きます。いつきくん、おお、そして最後だ。こ
調子でガンガン行こうぜ。俺が力になる。行くぞ。敵の気配は消えたようだ。俺が力になる。行くぞ。はっ、せい。戦いは回避できたか。俺を構えろ、イツキ。セイ。ひとまず敵が現れたぞ。敵の気配は消えたようだ。敵が現れたぞ。ひとまずは安全か。敵が現れたぞ。はっ、せい。ミラージュアタック、いけるぞ。了解。バッチリ合わせるからね。光の刃よ。決まった。衝撃イッチクやら。そうね、決まった。せっ。おっ、お前の技を見せてくれ。ああ、期待してな。はあ。終わったらパフェ食べるんだから。食べ過ぎは禁物よ。いつでもいいぞ。吹き飛べ。いいわね。俺から行く。決まった。敵の動きをよく見るんだ。わかった。セッション、いけるぜ。キル。
ここか。衝撃一発。そーれ、やった、私たちの勝ちだね。俺だってまだまだ高みを目指せるはずだ。回避できたか。敵だ。不意打ちに気をつけろ。ひとまずは安全か。いきなりか。せい。ひとまずは安全か。続いていこう。回り込まれた。撤退撤退。俺を構えろ、イツキ。戦いは回避できたか。敵が現れたぞ。やっ、ミラージュアタック、いけるぞ。了解。いけるいける、俺に任せて。助かった。こ、怖いけど頑張るしかないよね。いけるいける。落ち着いて集中して。サンキュー、助かった。俺についてこれるかよ。よし、それよ。全て焼き尽くす。聞いたぜ。私から行くね。お願い。つなぐ。よし。ぐっ、ミラージュアタック、いけるぞ。了解。いけるいける。まだ倒れねえの。くらえ。どうよ、毒に侵される気分。俺がお前を守る。
クロムみたいに。ライガの動きを思い出せ。やり。私はミラージュマスターだから。逃がさないんだから。どうすれば。大丈夫だ。俺がついてる。それよ。イカズチよ。セッション行きます。決まった。今ぼーっとしてなかった？瞑想。えい。まだいけるか、カイン。任せろ。クロム、俺に力を貸してく。決まった。俺たちは負けない。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。うん。この力、受け取って、翼。いいかしら。敵が現れたぞ。まずい。クロム、俺に力を貸してくれ。おう。撤退しよう。敵だ。一気に決めろ。てはやっ。準備はいいかよ、カイン。言われるまでもない。撤退撤退。敵が現れたぞ。てはは回避できたか。敵だ。不意打ちに気をつけろ。敵の気配は消えたようだ。これはミラージュの気配。敵の気配は消えたようだ。俺を構えろ、イツキ。負けねえからな。しゃあねえな。
敵だ。一気に決めろ。よし。ひとまずは安全か。待て、イツキ。え？うん。待った。よし。に何をした？耳を塞いであげただけよ。聞きたくない言葉を聞くのって苦痛でしょ。だから何も聞こえなくしてあげたの。そうよね、アヤ。そんな、誰の声も届かないの。翼、いつきくん、今の翼の歌声ならきっと届く。あやはさんからもらってきたいっぱいの優しさを歌に乗せて返せばいい。だから歌うんだ、翼。私はお姉ちゃんに歌の楽しさ、素晴らしさを思い出してほしい。昔一緒に歌ってくれたあの時の優しい笑顔と歌声を取り戻してほしい。絶対にお姉ちゃんに伝えてみせる、私の歌、私の思いを。呪縛を解くなんて
いまいましい歌。でもまだよ、アヤハは私のもの、誰にも渡さない。アヤハは誰の声も聞く必要はないわ。私の言う通りにしていれば、そうすれば苦悩も挫折も葛藤もアヤハを追い立てるものは何もないわ。何もない。ええ、あなたには何もない。すべてを私に委ねていればいい。ダメ！そんな奴の言葉に耳を貸さないで、お姉ちゃん！あんな小娘の言葉に耳を貸す必要なんてないわ。でも、翼は妹。お姉ちゃん。アヤハの心をこんなにも乱す存在、邪魔ね。アヤハ、あの小娘を殺しましょう。助ける。行こう、クロ。ああ。初めていたやつを許したりしないんだから。クライマックスだぜ。やってみねえとわからねえ。準備 OK だよ。はあ。逆転発見。セッション行きます。この隙につなぐ。よし。翼は気負いすぎているな。うん、でも俺がしっかりフォローするよ。難しいかも。一か八かで。難しいかも。クローム直伝だ。戦いが終わればまたお姉ちゃんと一緒に
そのためにも助かった。必ず任せて。ありがとう。目覚まし、うざったいのよ。まだ倒れねえの？やってみねえとわからねえ。いいね、その技で行きましょう。たぎるぜ。効いたぜ。私から行くね。一気に行きましょう。おお、決まった。すごいわよ。ちょっ、やった。はあ、そんな、ごめんなさい翼ちゃん。私こいつで決める。私、頑張るね。はぁ、やった。どうする？ありがとう。これだろ。やったね。すごいわよ。OK。 うおー、逆転発見。セッション行きます。今だよ。おお、それとどめ。早く倒さなきゃ。元気になれたよ翼。いつでも行けるわよ。ありがとうシーダ。セッション行けるぜ。俺から行く。行ってくれ。ナイスコンビネーション。いいぜいいぜ。目覚まし、うざったいのよ。ひどいよ。はぁ、どうする？お前の判断を信じるぞ。やってみる。ありがとう。俺に任せて。見てろ、これがヒーローだ。いいぞ、トーマ。貫け。遊んであげるわ。おばたち、そんな、ごめんなさい。翼ちゃん、こいつで決める。私、頑張るね。敵の動きをよく見るんだ。わかった。
やられる準備はできたかよ。ありがとう。任せろ。俺の番か。いけるいける。よかった。難しいかも。とどろけ。よし、みんなついてきて。決まった。失敗しないと切り裂いて失敗。いいわね。まずは俺が。決まった。遊んであげるわ。おばあちゃん。ここまで。嘘だろ、イツキ。こいつで消える。私はミラージュマスターだから。セッション行ける。引き飛べ。うんうん、ついてきて。やった。油断するなよ、トム。わかってるって。まだまだ。私に倒せるかな。やった。飛んでっちゃえ。俺から行く。やった。次はそれよ。とどろけ。これだな。みんなついてきて。決まった。魂。うわっ。任せて。追撃追撃。いいね。それよ。その技で準備を。その技で行きましょう。どうや、俺の槍は。遊んであげるわ。おばあちゃん。うわっ。うわっ。しまった。ここまで。助かった。結構手強いかも。セッション、いける。飛んでっちゃえ。いいわね。まずは俺が。決まった。
見てろ、これがヒーローだ。いいぞトーマ。やった、こいつで決める。敵の動きをよく見るんだ。分かった。ありがとう。これだ。やったね。やっぱり怖いかも。いいね、倒してしまう。吹き飛べ。いいわね。俺から行く。やった。もう目覚まし、うざったいのよ。しまった。その調子だ、イツキ。うん、ありがとう。バッチリ合わせるからね。クロム、解き放つ。うおー、俺に続け。スバトちゃん、頑張っ。私だって決まった。カインの力を使いこなす。助かった。長ありがとう。やっぱり怖いかも。倒してしまえば怖くない。それで弱点を攻めろ。飛んでっちゃえ。まずは俺が。やった。遊んであげるわ、おばあちゃん。やあ、やあ、そんなバカな。ここまでせ。行きた。しゃあ、どんどん行くぜ。コンビネーション見せてやろう。たぎるぜ。はあ、結構手ごわいかも。全部なぎ倒すよ。いいわね。我々はどう戦う。こちらの世界に翼。お姉ちゃん、翼の歌
私が負けなかったのは。キリアさん、もう…おかげさまでね。それより樹、アヤハを助けて…それは…そう、いつの間にか…渋谷も復興したし、事件も無事に解決。よかったよ、いつきくん、トーマくん、つばさちゃん、君たちならやれる。さーて、これで今日もお酒が美味しいと。その前に、今回の事件でミラージュ…やつらは…そうね、敵は異世界から組織だ。前から少しか…今までは小規模だったから分かる。それにか今後は樹たち、それがいい。そのことなんだけど、戦闘時、うん、なるほどね。あの、最も合理的な提案をしたまでだけど、素直に樹くんの実力を認めたって。とにかく、それじゃあこれからはキリアさんと一緒に行動する。そういうことね、よろしく。キリアが微笑んで私に言う。こちらこそ。翼、よろしくお願いしますだけでいいと思うよ。よろしくお願いします。俺と樹のコンビにキリアさんも加われば最強だな。俺とと…あら…さてと、先にキリアにサプライズやられちゃったけど、実はこの事務所に…当たる。皆さん、お疲れ…お姉ちゃん?翼には秘密にしてたけど、私、これからしばらくこの事務所でスタッフとして働くこと…いずれ芸能界に復帰してもらうつもりだけど、それも翼ちゃんが練習サボってたらビシッバシッお尻を叩いてもらおうと。あ、それと樹くんはこの後。え、俺ですか。私と秘密で濃密で蜂蜜な個人レッスン。お願いします。エッチ、スケベ、変態。何言ってんの。俺はまだ